パリ五輪女子バレーボールの日本代表は前日、3日、ニケニアにストレート勝ちし、1次リーグ B 組の全日程を終え、同組3位となった。写真あり、小がさりな勝利後に号泣、その思いは秘密です。1次リーグは12チームが4チームずつ A、C の3組に分かれて総当たりで戦い、各組1位、2位と、 各組3位の中から成績の良い2チームの計8チームが準々決勝に進む。崖っぷちの日本が準々決勝に進むためには、4日の日本時間午後8時開始の A 組で、世界6位の米国が同19位のフランスにストレート負けすることだ。今大会のフランスは、世界8位のセルビア、同5位の中国に共にストレート負け。米国がストレート負けする可能性は低いが、 日本の選手もファンも奇跡を願っている。